はい、もちもち TV のもちです。今日はですね、ジャニのチャンネルを自動字幕、YouTube って、まあ、自動で字幕をオンオフにできるんですけど、それをあえてオンにして見てみました。そうするとですね、面白いシーンがたくさんあったので、今回はそれを紹介したいと思います。中丸くんのチャンネルです。どういうこと？りょうこさん。ということで。りょうこさんって誰って話なんですけど、まあ、ニノが中丸くんを、まあ、YouTube のチャンネルに誘うシーンで、で、中丸くんのチャンネルですって言って、まあ、ニノのことをりょうこさんと思ってるみたいで、どういうこと？りょうこさんって、こっちがどういうことって感じですよね。ん？どうもと好きだったんだよ。ということで、どうもとって先輩を呼び捨てにしてる感じなんですけど、これ、どうもとじゃなくて、なんかもともとって言ってるんですよね、確か。そこがなんか YouTube の字幕だとどうもとに聞き取ったみたいで、なんか、ん？どうもと好きだったんだよって。なんか、すごい上からの先輩に対して上からの感じになってますよね。そして、つよしかこういちかもわからないという、編集しているチャンネル100万に行くんだ。俺は寝るけれど、って。これ、中丸くんがニノに言ってるんじゃなくて、ニノが中丸くんに言ってるところなんですけど、編集しているチャンネル100万に行くんだ。俺は寝るけれどって、これ、確か俺は出るけれどって言ってるんですよね。編集を中丸くんに頼んでる場面で、俺は出るけれどならまだしも、俺は寝るけれどって、やる気ゼロですよね。皆さんこんばんは、夢画材ですわ。ジェンヌチャンネルですって。もう、ニノの名前も違ければ、チャンネル名も違うっていう、謎のチャンネルになってるんですけど、まあ、二宮和也が夢画材に聞こえて、まあ、全然違う気がするんですけど、まあ、ジャニのチャンネルがジェンヌチャンネルに、まあ、ジェンヌチャンネルはわからなくもないんですけど、二宮和也が夢画材って、すごい聞き取り方してますよね。そもそも夢画材って何なんですかね。そして、本当に山田くんがそのメンバーの一人に選ばれなかったー。はい？ということで、こちらも選ばれましたって言ってるのに、まあ、実際もう選ばれましたって言ってるんですけど、なんか字幕だと、選ばれなかったってなってて、で、山田くんが、はい？って言ってるんですけど、ここもすごい面白かったです。逆に、この70階の家に入った人、やばくないですか？もちろんやばい方が、この、じゃあ4人でやりますって、なんか、この4人で集まって話してるところなんですけど、でも回数の回がもう1階2階3階あのマンションとかの階になってて、逆にこの70階の家に入った人やばくないですかって、なんか泥棒の大泥棒たちの会議みたいな感じで、これちょっとつぼりましたね。牛に電話買って OK 言った時にもしもし出たら今の山田くん状態ですって、どんな状態だって感じなんですけど、これは風磨くんがなんかのセリフだったと思うんですけど、牛に電話買ってオッケー言った時にってもう謎です。意味がよくわからないけど、なんか面白いっていう、もしもし出たら今の山田くん状態ですって、どんな状態なんだって、もう何から何まで意味不明な感じですね。はい、ポリコをどうぞよろしくお願いします、ございます、ということで、こちらは、はい、ポリコをどうぞよろしくお願いします、ございますって、なんかさっきの70階に泥棒に入るみたいな話じゃないですけど、その続編みたいな感じで、なんか警察にを挑発してるみたいな、そんな感じに聞こえて、なんか繋がってる感じがして面白かったです。じゃあ猛暑日ドブスうわということで、なんかこれもひどいこと言ってるなって感じなんですけど、じゃあ猛暑日ドブスうわって、なんかもう悪口ですよね。完全に相手の悪口言ってるみたいな感じになってて面白かったです。その後人6死ぬということで、まあこれは風磨くんとビデオ通話、もう普通の通話かなしてる感じなんですけど、その後人6死ぬってなんかもうやばい、ホラーの話になってますけど、なんかホラー映画のワンシーンみたいになってますよね。本当に猫の皆さんの期待に応えられるように、これから楽しい動画をちゃんと出していきますので、ということで、なんか人間じゃなくて猫かいという、猫の皆さんの期待に応えられるよって、猫見てないだろうと思って、これも面白かったです。本当に嬉しく思っておりますね。これも日頃から応援してくださってファンの皆さんも妻もそうですし、と、もうさらっと衝撃発言みたいな妻がいるのみたいな山田くんのセリフなんですけど、まあ皆さんも妻もそうですしって、結婚してたのみたいな、まあ衝撃発言ですよね。親は良い、それを変えます。家が薄めなんですよ、やばい、ということで
親は良いのにそれを変えますっていうのも意味わからないし、家が薄めなんですよやばい っていうのもちょっと意味がわかんないですし、まあ、家が薄めなんですよやばいってどんな家に住んでるんだって感じなんですけど、まあ、壁が薄いってことなのかな、まあ、ちょっといろいろ考えちゃいますね。マジで遊ばず、いわゆるバズっているというタイミングは愛ですか？見てました。ということで、なんか意味深なセリフだなと思って、これも面白かったんですけど、マジで遊ばず、いわゆるバズっているというタイミングは愛ですか？いや何が愛やねんって感じなんですけど、なんか表情も真剣な感じだったので、なんか深い話をしてるのかなっていう感覚に陥りましたね。行けましたよ、うーん、ちょっとあの世来ましたけんだけど、と。え、あの世に行ったのって、またこれも衝撃発言なんですけど、ちょっとあの世来ましたけんだけどつって、一回死んでるのってこれも面白かったです。この人だっていう人です、大事なので家買ってきましたって家買ってきましたと、もうさらっと衝撃発言して、これどっちのセリフだったかな、まあニノだったか風磨くんだったかちょっとわかんないんですけど、まあこれも衝撃発言ですよね。ドライブ加藤だよ、私だぞ、後で上側知っています、ということで、ドライブ加藤ってまず誰だよって感じなんですけど、ドライブ加藤だよ私だぞって言ってるぐらいだから、多分相当有名な方なんだと思うんですけど、ドライブ加藤さんで、阿蘇で上側知っていますって、何、阿蘇山の上側を、上の方を知ってるっていう意味なのかなって、まあとにかく、まあドライブ加藤すごい人なんでしょうね。はい、ということでですね、もうシャープ1からシャープ10までと、あとその間にちょくちょく挟んでる動画の、まあ、字幕を、まあ、全て見てみたんですけど、まあそれで面白いシーンを紹介したんですけど、まあ、これモザイクなしで見ると本当にその表情がそのセリフを言ってるようにさらに感じてさらに面白くなるので、まあ皆さんも一回ちょっとジェニのチャンネルを字幕ありにしてちょっと見てみてほしいと思います。まあ、僕がもしかしたら見逃してたりするシーンとか、なんかこれちょっと卑猥すぎて出せない場面もあったので面白かったんですけど、なんか卑猥すぎてちょっと出せない場面もあったので、また新たな面白いとことかが発見できると思うので、ぜひ皆さんも見てみてほしいです。まあ機会があったらシャープ11以降のこんな感じの動画もアップしたいと思います。はい、以上もちもち TV でした。